多分女性のレシーブで勢いがないボールに対して力の出し方が難しいと思うんですよ。こうやって前に入りながらっていう風な感じが。だからここはもうスライスでも何でもこうやってまず最初のボレーとほぼ感覚的には一緒で、ちゃんと足の位置をこうやって調整して入った上で踏み込みながらの中に打点があるイメージが取れればいいんですけど、あんまり入ってない、左足が入ってない上で手だけでフンってこうやって出そうとしても熱い当たりっていうのは生まれなくて、もうこう点で取るような感じになるので、力が伝わりにくいし、やっぱり変化に対して緩いボールの変化に対しての力の入れるポイントが、そのバランスによって自ら難しくしているっていうところあるんで、あとはもう相手のスタートが短くなるっていうふうに予測できたら、結構リターンも前に入って、相当前に入っていいと思います。はい、もうなんかこんなに前で取るのっていうぐらい前に入っていいじゃないですかね。そうですね。うん、